はい、酒好きな元新潟人のいい酒動画です。今回はですね、久々に、俺の大好きな、ジントニックを作りたいと思います。また何回目かわからないんですけど、このね、動画やってて。もう大体ね、定期的にジントニックを作る動画をね、大体上げるんですけど。それでですね、こちらにあります、ライムジュースなんですが、先ほど絞ったんですが、3個ね、ライムを絞ったんですが、そのライムはですね、なんとですね、ローソンストア100でですね、6個で100円という超激安価格で、入手したものです。うん。なんで2袋も買っちゃってね、12個をどうしようかっていう話で、じゃあね、ライム、ジントニック作るか、みたいな感じで、なったわけです。まあね、その話は置いといて、それでは、ね、はい、こちら、冷凍庫に入れておいた、ジン、ビーフィータージンですね。これを、45cc 入れます。45cc 入れまーす。まあ、キンキンにね、冷やした方がね、ジンは、いいです。そしてライムジュースを、まあ、あんまり入れない方がいい。適量。ちょこっと入れて。そして、俺がよく使うのが、このカナダドライのトニックウォーター、なんですが、これはですね、カナダドライを使う理由は基本的に甘いから。甘いんですよ。カナダドライのトニックウォーターって。で、なおかつ、これ100円なんですけど、1本100円で売ってて、で、なおかつ、500ml も入ってる。ね。まあ、量が多い。そして、安い。そして割と手に入りやすい。そして甘い。こちらね。結構ね、いい。俺がよく、選ぶ、トニックウォーターとなってます。まあ、他のね、入手経路としては、まあ、他の入手経路っていうか、他のトニックウォーターも一応好きなやつはあるんですけど、まあ、一番好きなのが、ウィルキンソンのトニックウォーターですね。うん。ウィルキンソンのトニックウォーターが一番好きなんですが、まあ、なかなか売ってないっていうのと、まあ、あと、ちょこっと、まあ、高い。まあ、簡単に言うと高い。ね。量が少ないのに高い。ということですか。うん。まあ、それぐらいでしょう。まあ、ちょっと軽く、ステアして、完了。じゃあ、乾杯。うめえ。うめえ。やっぱりね、ジントニック。バーで、最近ね、行ってきました。ハブバー、という、まあ、ところでもですね、ジントニックは頼んだんですが、まあ、非常にね、やっぱり、うん、いいっすね。ハブバー良かったな、あれな。あれ、19時までだったら、あれ、半額だもんね、あそこね。カクテル。ちょこっと半額だったんで。うん。ジントニックも半額だったし、ね、それを考えると、やはり、うん、いい。いいっすね。190円。で、しかも、ああいうとこって大体税込み価格じゃなくて税抜き価格だったりするんですよ。それが。ね。それなのに税込み価格で190円で、しかも、金がない時にも安心。
クレジットが使える。まあ開店時間がちょっと遅かったんで17時だった。あれで朝からやってりゃ最高なんだけどね。まあまあ無理か。あ、まあ、ジンはね、基本的に、まあ、ジントニックだったら、基本的に何でもいいんだけど。まあ、ビーフィーターが一番飲みやすいかな。うん。まあ、ビーフィーター癖がないんで、いいと思います。うん。大体そもそもジントニックにすれば大体ね、大体のジンね、飲めるんですけど、ごく稀にクソまずいジンがあったりして、まあ、ぶっちゃけクソまずいジンでも多分トニックウォーターにすれば、飲めるんだけどね。まあ、ほとんど、トニックウォーターの風味ですから。うん。まあ、今まで飲んだジンの中で、一番うめえって思ったのが、なんでしょうね。ボンベサファイアっすかね。うん。タンカレナンバー10とかも飲んだんですけど、あれタンカレナンバー10も別にうまいと思わなかったですね。ボンベイサファイアが、なんか、一番うまかった。ああ。なんだろうな、香りですかね。うん。タンカレナンバー10は、大したことなかったな。なんか、俺が個人的に思ったのが甘かった。っていうだけ。ああ。うん。なんで別に、大したあれではなかったな。だから期待して損したって感じですね。しかも値段高いし。うん。まあでも、ジントニックを飲むときに、やっぱり、ジンは冷やした方がいいっていうことは、わかります。とにかく、まあ、ジンは冷凍庫に入れとけ。っていう話よ。こんねえから、こんないんで、大丈夫です。だいたい、目安としては24時間放置するのが一番ですね。24時間冷凍庫の中に入れとくのがベスト。そうすると、ロックで飲んだりしても、トロットロになって甘くてうまい。冷凍庫に入れとくとね、甘くなるんですよ。甘くなるっつうか、多分冷えたことによって舌が、風味がっていうか、風味が落ちるんですけど、すごい、なんか甘くなるんだよ。甘く感じるようになるのかな。うん、ただ香りとかが、若干しなくなるんですけど、まあ。まあ、大して、うん、あれですね。まあでも、ジンは本当に、飲んだことない人多いんですよね、ジンって。だから、ぜひ飲んだ方がいい。女性にもおすすめです、これは。ああ。甘くてうまい。ジンは。香りも、あれだし。柑橘系の香りだし。飲んでも甘いし。うまい。普通にストレートとかで飲んでもうまい。まあ大体おすすめはロックですけどね。うん。
ジンの場合はおすすめはロックです。ストレートで飲むと、結構きついんで、ジンは。香りが強いせいなのか、何なのかわかんないですけど、きつい。結構鼻に、ブワーってきて、うわってなったりするんで。ロックにするとだいぶ穏やかになって飲みやすくなるんで、うまい。だから冬でも、ロックとか、うまいです。まあ簡単に言うと、ジントニア、ジンっていうのは、ウォッカの、仲間ですね。原材料としては、書いてねえんだけど、ウォッカと同じなはず。だから中身はウォッカとほぼ変わんないですよ。香り付けされてるかどうかっていう話で、ジュニパーベリーっていう、なんだ。薬草的なやつで、ベリー系のあれがあるんですよ。果物？ジュニパーベリーっていう、あれ、香草だったっけ？薬草的な、葉っぱだったっけ？葉っぱでね、香り付けされてるっていうか、蒸留するときに香りをつけるらしい。なんで、まあ、ウォッカの香りがついたバージョンみたいな感じですね。で、昨日行った、ハブバーっていうところ、ハブバーですね。ハブバーの、頼んだジントニックなんですが、ここに、出来終わった、できた後に、ジュニパーベリーを加えるんですよね。ここになんか、胡椒みたいに振りかけてありました。あそこの店ではそうらしい。そうやるらしいですね。胡椒みたいなのが振りかけられてるんですよ。これ何かなって思ったんだけど。まあ、ジュニパーベリーみたいです。ジュニパーベリーは実ですね。まあ、その名の通り、やっぱり、ベリーだから。ブルーベリーみたいなやつ。でですね、このジュニパーベリー、俺以前やったんですけど、ジュニパーベリーの、ウォッカで自作のジンを作ってみたみたいな動画あるんですけど、S&B の食品の、胡椒とかを扱ってる、有名な、会社なんですが、そこのとこで、ジュニパーベリーっていうのがね、あるんすよ。なので、多分、おそらく、ハブバーの人のやつは、あれ、こういう安いやつを使ってるんだろうなと。ジュニパーベリーに。で、これを適当な、粉砕して、出してる。なんかそういうのもいいかもね。ジュニパーベリー。ジュニパーベリーをジントニックにちょっと振りかけるっていうやり方もありっちゃありっすね。まあ、スパイス。ジュニパーベリーは西洋ネズという低木の、果実を乾燥させたスパイスです。聞いたことがないという方は多いと思いますが、実はとても有名な蒸留酒の香り付けに使われているのです。っていうことらしいです。まあ簡単に、ジュニパーベリーをね、ちょっと欲しいっていう方は、非常に安価で、100円ぐらいで売ってます。こんぐらいの、いわゆる胡椒とかのレベルの、大きさのやつだったら、多さだったら、ね、SB 食品から出てる、
出てますんで、150円ぐらいで売ってる。うん。まあ、俺も以前スーパーで買ったんですけど。まあ、ネットでね、気軽に手に入ると思います。ということで、こちらジントニックね、ただ飲むだけでした。ということでね、ご視聴ありがとうございました。